二階幹事長。習近平国家主席の国賓待遇は当たり前、ガネットではない。内容はこちら。二階幹事長が、習近平国家主席の国賓待遇は当たり前、と発言したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。自民党の二階俊博幹事長は、26日の記者会見で、来春に予定される中国の習近平国家主席の国賓としての来日について、国賓待遇でそういう立場の人をお招きするのは当たり前だ、と述べた。尖閣諸島、沖縄県石垣市周辺への領海侵入や、邦人拘束の問題が解決していないため、党内から習氏を国賓として迎えることに反発の声が出ている。ウイグルやチベット、香港の問題を見ても当たり前と言い張るってどうなのでしょう。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。二階さんは自分が何を言ってるのか分かってるのか。香港の出来事を容認するってことだぞ。多くの日本国民はこの意見だと思います。なぜとしか思えません。次はこちら。自民党は終わったな。与野党ともにめちゃくちゃですね。次はこちら。ここまで国民感情とズレがあるともう見事としか言いようがない。ズレズレにも程がありますよ。最後はこちら。内閣支持率が下がっているのはこれなんだけどな。自民党は何を考えているのでしょう。最近わからなくなりかけています。結論。移民問題に消費増税問題。香港があんな状態で、欧米諸国は中国の人権問題で抗議している最中、日本は中国を国賓として招く。めちゃくちゃですよ。でも野党もめちゃくちゃですからね。もうため息しか出ません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。